はい、ザ・ゲームジャーナル春99です。今回はですね、プレイレポ編ということで、2015年6月にですね、私がプレイできたゲームの中からいくつかお届けしたいと思います。実際プレイレポ編はですね、上旬下旬ぐらいで2回に分けてお届けできればいいなと思っておったんですけども、ちょっとここのところ動画の投稿もですね、ちょっとお休みいただいておったんですけども、ちょっと風邪ひきましてですね、まともに喋れなくなっちゃってましたので、6月分はちょっとまとめてお届けしてみたいと思います。はい、そしてですね、いつもの約束です。ザ・ゲームギャラリーはブログ、ポッドキャスト、YouTube を中心にボードゲームのレビュー、プレイレポート、和訳、リファレンスなどを配信しています。このプレイレポートは YouTube の方では画像付き、ポッドキャストの方は音声のみでお届けしております。はい、ではですね、2015年6月のですね、プレイレポートの方をお聞きください。はい、プレイレポートですね。まず一つ目はですね、攻防の錬金術師ですね。これなかなかね、疑惑があるっていうか、疑惑っちゅうほどもないですけども、2014年のエッセンで出たゲームなんですけども、春頃に確かウィジャパンさんだと思いますけども、役付きで流通するというのを私予約しておったんですけども、なんだか流通しなくなっちゃいましたよね、このゲームね。でその後どうなのかなと思いながら、日本語版が出るとか出ないとかいろいろ流れながら、よくわからない状態のままだったので、もう待ってもしょうがないかなと思ったので、先日輸入しました。これ失敗しましたね。待ってる間ね、ずいぶん円安になっちゃいましたからね、早いとこ輸入しちゃったらよかったかなと思っておりますけども、なんでボードゲームギークのランキングでも見てもね、かなり高ランキングなんです。多分100位切ってたと思いますけど、かなり上の方にいるゲームなのに、ちょっと国内流通がいろんな大人の事情あるんですけども、してない、ちょっと不遇なゲームになっちゃってますよね。でこの攻防の錬金術師は、写真を YouTube の見れる方見ていただければいいんですけど、ガジェットがすごい多いんですね。本質的には名誉ポイントっていうやつがあるので、こいつを手に入れようっていう、より多く取った方が勝ちますよっていうタイプのゲームなんですけども、そこへの童貞がちょっとややこしいんですよね。自分はこの学生というか、学生を教える立場の教授みたいな、魔法使いになってるんですけども、ある工房を教える立場みたいになってるんですけども、さまざまな材料があるんですけども、この材料が3つの要素から成り立っていて、1つの要素が大きい小さい、プラスとマイナスっていう要素があるんですけども、それがどういう要素でできているかっていうのを、当てていくっていう推理ゲームの要素があって、それなら普通推理をして何個当たってるかっていうんで勝ちで負けっていうのは決まりそうなもんなんですけども、推理をしていく途中に自分はこれはこうだと思うよみたいな学説を発表していく場がみたいなのがあるんですけど、そこを発表したりするのに通じて名声を得ていくっていうね、なかなかこう長いんですね。推理ゲームタイプのところの要素が濃いので、この材料はどうなんだっていうのを推理していくフェーズがあったり、でもその推理するためにはこれ学生に飲ますんですね。学生に飲んだら自分で飲むんですけど、失敗したいもの飲ますと、自分はいいんですけど次のプレイヤーが飲むときにお金がいるので、学生がやる気失うので、お金あげないともう飲んでくれなくなっちゃうんですけど、そこにお金がいったらですね、もちろん自分で飲むっていう選択もできるんですけど、自分で飲んで失敗するとお腹壊すんですよね。最悪麻痺したりして次の手番順が下がるとかね、なかなか面白いことがあって、リスクを背負いながらやったりするので、素材の構成を知りたいんだけど、何かチャンスがあれば、お金がかかるとかね。で工房を預かってるもんなんで、特殊なアーティファクトが売ってたりするんですけど、アーティファクトを得るにも金がいるんですね。アーティファクト結構強いんですけどね、他人が推理したやつをちらっと見れたりね、そんなものがあったり、特殊なことをしたら最終必要な名声ポイントがね、素材の構成と関係ないのでももらえるみたいなものがあったりして、なかなかこの辺がねちょっと複雑で、インストがすっごい大変なんですけど、実際やってみるとその辺が割とすっきりプレイできるっていう、非常に変わったタイプのゲームになってますね。面白いのがこの素材を推理するっていうところを、推理したら自分のところのボードに推理結果をはめ込んでいくんですけど、これでっかいんですね、ボードがね。こういう構成だったらこういう素材はこういう結果になるみたいな、推理したヒントが出てくるんですけど、こういう時はこういうヒントが出るよみたいなやつが、ボードに大量に書いてあるので、それを見ながら結果をはめ込む大きい三角形のボードね、高さがそうですね15センチか20センチぐらいあるような三角形のボードに、要は組み合わせの2つの素材がクロスするようなところがピラミッド状に書いてあるんですけど、それをはめ込んでいくっていうボードがあって、みんながそれぞれ1個ずつ持ってるもんですから、めちゃくちゃ狭くって、でもこれ倒れたらもう推理バレちゃうので、慎重にね推理をしながら進めていくっていうところが非常に変わってますね。
システムとしてね、まあ、非常に目を引くのはその2つの素材 A と B っていうのを合体させたらどういう反応するっていうのからそれぞれの素材の中身を想像していくっていうゲームなんですけども、これをスマートフォンまたはタブレットでねパシャって写真撮ると答えが出るっていうアプリがあるので、まあこれのアプリがない場合はマスターね、このマスターの人全然ゲームに参加できないから、ただ単にこういうのが出ますよって喋るだけでちょっと悲しい人になっちゃうんですけど、まあ、マスターがいてマスターが喋るっていう代わりに、まあスマートフォンまたはタブレットを使えるっていうところが目新しいんですけど、これ実際推理の要素はまあ全体の中からまあ重要な要素ではあるんですけど、ここのスマートフォン使ってるのは確かに珍しかったんですけど、やってみるとまあタブレットをぐる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 回してるのと結構プレイ中に使ってるんで、ね、タブレットがどん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 熱くなっていくんですよね。で途中で2回ぐらい暴走したりして、アプリが落ちちゃったりドキドキしながらプレイしてたので、まあ、この辺こまめに電源切りながらやるのが必要なのかなとか思ったりしていましたけども、ここの連携手術実際やってる要素はその推理ゲームでありながら、そのボードのところにまあアクションをプロットしていくんですけど、要は新しい材料を買う、まあ、材料を売る、で材料を売ってもいいし、材料を調合したら冒険者が薬買いに来てるっていう設定があるので、まあ、冒険者に薬をねうまく欲しい薬を売ったら大量にお金が入ると、まあ、これを持って学生さんに飲ます時の代金したりアーティファクトを手に入れたりっていうのができると、あるいは自分のこれはこういう構成だよっていう学説を発表するって、まあ、これだけぐらいなんですね広さはね。これだけのところにアクションをプロットして進めるっていう、分かってみれば割とシンプルな、ただ因数を聞いてるときはすごい長く感じるっていう、なかなか奇妙なゲームでしたね。で、まあ変な感じですね、なんかね新しい感じがしてすごいんですけど、まあ初めてだったのこともあって、この分からないんですよね、この何をこう材料を組み合わせたらこれになるのかっていうのは勘どころがちょっとピンとこなかったので、なかなか材料のまあ構成要素が分かってこないなと思ってるうちに、まあ、どん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 こうラウンドが進んでいっちゃうの で途中でね適当な、まあ、これぐらいだろうと思って、あの学説というかこの俺はこれ要素だと思えるよっていう発表を早くしたらボーナスもらえるみたいなのがあるので、適当に私発表してみたんですけど、一番最後の答え合わせがされるので、答え合わせの時に外れてたらドーンとマイナス食らうんですよね。なのであんまり適当なこと言っちゃいかんみたいなことが、まあ、あるんですけど、でもそこは 100% これが間違いないって言ってるところまでやってると、このゲーム手番が足らなくなる場合が多いので、ただあんまり適当なことやってると他人のプレイヤーから論破するって言われて、それ間違いですよって指摘されてると、その場でマイナス食らって向こうにプラスがあるみたいなことがあったりするので、その辺の加減をねどのぐらいまで置くかっていうのが奇妙な感じでしたね。まあ、実際のマニュアルはちょっとかなり最初に言いましたけど、インストを聞いてるとすごく長いので、ちょっとまとめたリファレンス的なインストマニュアルをちょっと作ってみようかなと思ったりも今ちょうどしておるところですけども、この何ていうんですか、推理ゲームでな、まあ、何かを当てる、まあ、よくあるやつだとどこで誰が何をしたみたいなね推理ゲームよくあるわけですけど、まあ、そうではなくて物の構成要素を当てましょうと、で発表するときは完全に分かっていなくてもいいと、完全に分かっても良いけど外れてた後でペナルティがあるよ、でもまあ早く出せばプラスがあるよみたいなところを見ながらねプレイしていくっていうのはなかなか斬新でしたね。ただ推理ゲームだと他人がこう推測したやつで自分がそれを聞きながら推理を進めれるっていう要素があるんですけど、このゲームは他人が推測したやつは結果しか見れないので、その何の素材を混ぜたかは全く分からないので、そこはあんまり関係ない感じでしたね。ただあいつは例えば青のプラスっていうのを薬を作れる、混ぜた薬ができてくるんですけど、青のプラスっていうのを作れるらしいぞみたいなのを覚えておけば、あいつ青を作れるから次冒険者が出たら青を俺より先に売るから俺は青を売れないねとかね、まあ、そのぐらいの感傷はあるんですけど、推理ゲームとしてっていうお互いのインタラクションっていうところはちょっと弱いかなと思いましたけども、物の素材を見つけていこうっていう、そもそもまあその発想が珍しいのと、その工程の中でね材料の入手、材料の販売は1個単位で売るか冒険者に売るかで、それを学生に飲ませてお金払って飲ませるか、自分が飲んで失敗したらお腹下すかっていうようなところがあったり、じゃあより効率よく実験を進めるためのアーティファクトを買ったりで、それを学説として発表したり他人の論破したりっていうようなところのアクションにプロットするっていうのもなかなか面白いように仕上がってると思いましたね。これはさすがにちょっと1回では分からないんで、私もやっと1回やって今これ喋れるぐらい全体概要が分かったので、まあなんか結構ルールというか解釈も間違えて自分のチェックシート間違えちゃったんですね。チェックシート間違えてチェックされてたので、もうちょっとプレイしたい感じですね。ちなみにこれ私今回プレイする、まあ輸入してみたんで、その時初めて知りましたけど、オリジナルのサイトの方でダウンロードしてきたんでね、アプリね。私 iPhone 版、iPad 版ダウンロードしたんですけど、なぜかもうすでに日本語化されてましたね。確か去年出てすぐぐらいの時私
回インストールしたんですけど、すぐ英語版買おうと思ったので一回インストールしたんですけど、その時は当然英語版しかなかったんですけど、いつの間にかもうアプリは日本語版は用意されているので、日本語版はもうそろそろいい加減流通してもいいんじゃないかなっていう空気感を感じましたね。アプリがね先に日本語化してるんで、誰かがそのコストを払ってるわけですからね。まあ流通すればね、これはやってみてもいいと思いますね。ただできればね、タブレットかスマートフォンは2個以上あった方が便利ですね。1個でたらい回してるとなかなか大変ですね。みんなスリスリスリとかなったりね、で1回スリスリスリというか、まあその素材を合成するとその後みんな結構考えたりするので、その後待ち時間があるので、タブレットまたはスマートフォンは結構個数持ってた方がプレイはしやすいと思いましたね。マスターこれやるのはね、ずっと答えを喋るだけなので、ちっとも面白みがないマスターなので結構辛いので、それはちょっとできれば避けた方がいいかな。まあプレイできなくはないけどなっていう感じはしましたね。まあそんなところがね、工房の錬金術師のプレイした感じですね。まあこれちょっとなるべく、こいつはさすがに、まあやっとプレイ感が分かっただけなので、まあ7月にももう一回プレイしてみて、これちなみにあの簡単な入門者用のモードっていうのと、まあ上級ルールっていうの両方あるんで、今回まあ入門用でプレイしたので、まあ上級ルールでもちょっとやってみたいかなと。まあ上級ルールちょっと厳しいんですけどね、中がね、上級ルールでもやってみたいかなと思ってますので、まあその辺がプレイできたらまたプレイレポートでお伝えしてみたいかなと思います。はい、2つ目のですね、まあプレイしたゲームはですね、エルフの王座ですね。これなんかあんまり見ないですよね。プレイレポートもあんまり聞かないので、まあ私実は好きなゲームだったので、まあ久しぶりね、まあ好きだというかしばらくプレイできてなかったんですけども、まあちょっと走行から先日ね、取り出してきて、まあプレイしとこうと思ったので、まあ早速プレイできたので、まあお届けしておるわけですけども、これってあの、エルフェンランドのざっくり言うとカード版なんですよね。エルフェンランドちょっと私よく知らなかったんですけど、まあしばらく前に再販もされてたっていうことだったので、まあ、エルフェンランドは今でもね、あのボードで、エルフの王国のところを、まあ、その移動ルートにこういう移動手段でないと移動できませんよっていうのを、まあ、みんな設定した後、まあ、何箇所回れるかっていうね、プレイするゲームですけども、放課後サイコロクラブの方でもねご紹介されてたと思いますけども、まあ、あれはボードゲーム版なわけですけども、このエルフの王座の方はそれのボードなし版なんですよね。全くボードがないバージョンで、まあ、やることは似てるんですよね。あの自分のカードの中に、要は行き先の村カードっていうやつと移動手段と両方カードがあるんですよね。なんで各プレイヤーが自分の手前に村を置くんですよね。村を置いたらそこを時計回りに回りなさいっていうやつが決まってるので、村を置くと、例えば砂漠の村っていうのを置くと、砂漠の村に行くには砂漠の移動カードがないといけませんよっていうことが同時に決まるんですよね。なのであのエルフェンランドだと移動ルートは全員決まっていて、まあ、ボードに印刷してるか決まっていて、その移動手段をポチ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 ってみんなで押していて、どの移動ルートを通っていくかっていうところと手札を、まあ、悩むっていう感じだったんですけども、このエルフの王座は丸くね、みんなが1枚ないし2枚ずつ村カード、他人のところにも実は置けるんですけど、まあ、みんなのところに置いていくと全員共通のルートっていうのはバーンと決まるんですよね。スタート地点だけみんな自分の前からなんでちょっと違いますけど、全員共通のルートっていうのはドーンと決まるので、まあ、それに対して自分の手札と合わせてね、どう調整するかっていうところがなかなかこれ面白いゲームですね。こちらはちょっと私個人的に軽いと思ってるというか、みんな同じルートにどうやって進んでいくかっていうところがまあ楽しいかなと思ってるんですけども、まあでも結構ね、エルフの王座結構厳しいんですね。あの今回もまあ当然あったんですけど、エルフェンランドとルートがまあいくつかあるので、あそこすごい通りにくいの置かれちゃったから、ちょっとまあっち諦めて違うルートを通ろうとかいう考えることができるんですけど、これ一周ルート同じルートしかないんですよね。基本だと時計回りにぐるっと回るっていうしかないので、全員同じルートを通るしかないんですね。避けられないんで、もう通れない。要は私のスタート地点のすぐ隣にもう川ドーンって隣の人が置かれちゃったら、手元に川カードなんか1枚もないっちゅうにって言うと、もうどうにもならんですね。別のルートを模索していくってことはできないので、まあ、ある意味非常に厳しいといえば厳しいんですよね。しかもですね、その各村のカードのところには、要は盗賊カードっていうのをバーンと置いたり、盗賊カードを置くとそこ通行するやつに全員2金折りによこせとかね、これ最初お金が多い方がいいんですけど、まあ、2金よこせとかね、まあ、折り金もあった、要は通行止めというかもう1枚カードがないと通れないよとかね、これ陸版海版とかあるわけですけど、まあ、これバン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 と置かれてしまうので、避けようのないルートが決まっちゃうので、まあ、同じルートを全員するところでどこで止めるか、あるいは自分はどうやってカードを調整するかなんていうところが
悩ましく仕上がってるんですね。まあこの時も要は一周するとこれボーナスあるんですけど、各村ごとにさっきちょっと砂漠なら砂漠カードがいるよって書いてあるんですけど、同時にお金も書いてあって、その村に行くと軟禁もらえるっていうのがあるんですね。なんでこのゲームは何箇所ではなくて、各村々にはお金が設定されてあるので、それを回るたびにお金もらえるんですけど、この合計金額が多い方が勝ちっていうタイプになっているので、さっきの川とか実は安いんですよね。すごく高いやつがあるんですけど、高い村を置きたいと、でも下手に置くとみんなにも手に入るので、まあ、そこはどう考えるかとかね、いうあたり悩むので、あんまり変なことをやって安いことをすると、自分のところから探すときに安かったりするとあんまり嬉しくないので、金額は高いけど他人はいけないっていうカードを置きたいんですけど、なかなかまあ都合がよく引かないので、そのあたりがね悩ましく出来上がってますね。でまあこの時もね、結局これ何回かこれやり直すんですけど、まあ、あるタイミングの時はもううまく回れないと、もうすぐちょっと行ったらもう終わっちゃうという時だったら、ほとんど回らないで手札のカードをバーッとがめたままね、残したままね、次のラウンドに行って、次のラウンドにもう思いっきり回るために、まあ、カードを一気に使うなんてことはできるので、カードをどのぐらい残すかっていうところの戦略で楽しめるっていうゲームになってますね。まあ LN ランドのように、まあ、コースを選べるっていうのももちろんありで面白いと思いますけど、このエルフの王座もね、同じようにこのコースをみんなでカードを作って同じルートをどのぐらい回れるかっていうんで、しかも何回かチャンスがあるので、やり直して何ラウンドかやりますんで、何回かチャンスがあるんで、まあ、多分回れない時もあるんですよね。私もほとんど村引かなくて、ろくな村がなかった時なんか一回しゃがんなんですけど、まあ、しゃがむ時があっても、じゃあその手札カードごっそり持っていって次のラウンドに挽回狙うっていうこともできたりするので、まあ、この辺こっちもね面白くできてるんじゃないかなと思いますけど、まあこれも1999年のゲームだったりするので、もう16年も前のゲームなので、さすがにちょっとあんまり見ませんけど、エルフェンランドが復刻されて出てるんであれば、まあ、こっちもプレイしたいなと思ったりするんですけど、なかなかちょっとマイナーな感じで残念でしたね。まあ、この時もね、まあ、さっきも言いましたけどね、私全然村を引かなくてね、もう全然しょぼしょぼしょぼんだったんですけど、都合のいい村で自分にお金がたくさん入るやつが欲しいわけですね、移動手段セットで。それがまあほとんど引けないとちょっとすごく辛い目に遭うんで、まあそれでもなんとかね、次一回しゃがんで次を大きく回ってとかしようと思ったらですね、まあうまいこともうプラス1枚ないとね通れないよとかね、いうカードを置かれてちょっと悲しい思いをしたりねもうちょっと一周回れるけどとかね、まあできたりするわけですけども、その辺のね駆け引きが軽く楽しめる。たださっき言いましたよね、この泥棒とか置いたりね、もう一枚プラスでいりますよみたいなカードをかなり直接的に置けるんで、もうあんたのスタート数一箇所目のところにドーンと置きますよとかいうのは割ともう直接攻撃系ができるので、その意味で、まあ、もちろん自分もね後で通らないといけないので、自分がすごく回るつもりだったらそれすごい自分にも迷惑なわけなんですけど、自分にも食らっちゃうので迷惑なんですけど、まあその辺がね、まあ元々のエルフェンランドの方だとルート回避できたりするんで、もう諦めてこっち行くよとかできたりするので、まあちょっと良かったんですけど、そこよりはちょっと確かにきつい感じはしますね。ちなみにこのエルフェンランドの方もまあ気になって、まあもう一回プレイしようかなと思ってるんですけど、これ拡張セットのエルフェンゴールドっていう拡張セットが出てるんですね。で私これもついでに探してみたら持ってたんですね。持ってるんですけど、なんか中真っさらで一回もプレイしたことがなくて、まあ小松ら抜いてなかったので、まあエルフの王座はちょっと今回はプレイできたので、このエルフェンゴールドを入れたエルフェンランドもねちょっとプレイしてみたいかな。ひょっとしたら最近復刻されたエルフェンランドはゴールド付きだったのかもしれませんが、ちょっと私手元持ってないので何とも言えませんけど、こっちのエルフェンゴールドもちょっとプレイしてみたいかなというふうにはちょっと思ってますね。まあ久しぶりにねこのエルフェンシリーズのねエルフの王座ってですね、まあこれをちょっとプレイできてみて、直接攻撃ね、まあ、ちょっときついんですけど、久しぶりにプレイしてみるとやっぱりちょっとこれつ面白いなと思いましたので、ちょっと今回取り上げてみました。はい、6月のですねプレイレポート編最後がですね、まあ、ロード・オブ・ウォーター・ディープですね。で、まあ、これは日本語の訳付きとかで確かアークライトさんとかが入れられていたような気がしますけども、まあ、それの拡張セットですね、拡張セットまで、まあ、表紙が何て言うんですかね、あれはどっちで言えばいいんですかね、鈴木土下座右衛門って言えばいいんですかね、D&D の公式だからビボルダーでいいのかな、まあどっちかですけども、まあ大きいあの絵が描いてるやつの、まあ、拡張セット入りをプレイさせてもらいましたね。まあ
D&D 系のねやつ私好きなんですよね。まあもともと赤箱の TRPG を昔もともとやっていたので、私もともと TRPG やってたんですけど、赤箱とかね、青箱、黒箱とかね、あの辺のもともとの古い D&D、AD&D 私あんまやらなかったんですけど、まあ D&D のことやってたので、まあその世界観というかね、まああれがあるっていうので一度ちょっとプレイしてみたかったんですけど、なかなかプレイする機会がなくてですね、まあこの6月にちょっと遊ばせていただける機会があったので、まあちょっと取り上げてみようかなと思いましたね。中身はね割とオーソドックスなワーカープレスメントなので、まあ全体のこうアクションが決まっているので、まあ、そのアクションのところに、まあ、自分の置くと、まあ、素材が、基本素材が、素材って言ったらおかしいんですけどね、まあ、冒険者ってことになってましたけど、まあ、いわゆるリソースですよね。リソースが手に入るので、まあ、その決まったリソースを持ってクエストを達成すると。まあ、で、クエストをもらうっていうアクションに行って、クエストをドーンと買って、そのクエストに行くと、基本的に、黒が2つで、なんか白が1個で、みたいなキューブの数が書いてるので、まあ、そのリソースをどうやって、アクションを置いてね、まあ、もらうかっていう、まあ、そこは非常にオーソドックスなところになってましたね。なんていうんですかね、ワーカープレスメントの入門としてもいいんじゃないかなって感じ。まあ、要は先もん勝ちですからね。ワーカープレスメントの入門用としては、よくできているんじゃないかなという感じでしたね。拡張セット入りでプレイしたので、まあ、拡張セットなしがどうかはちょっとよくわからないですけど、まあ、両方ともカード出てくるんですけど、まあ、派手ですね、この拡張セットね。クエストがまああるんですけど、まあ、クエストというのかな、まあ、お題か分かりませんけど、まあ、クエストカードがあるんですけど、まあ、クエストカードに多分写真出したら出しておこうと思うんですけど、クエストカード達成するともらえる VP があるんですよね。まあ、この VP の合計をみんな競うわけですけど、まあ、そもそも VP がでかいんですよね。ちっちゃいやつだと数点とかねいうのがあるんですけど、もう何十っていう VP があるんですね。なんだこりゃっていうね。もちろん素材はたくさんいるんですよ。素材たくさんいるんですけど、もうそもそも VP が桁違いにでかいので、それはこれやりたいよねっていうような気になるんですよね。ちまちましたことやってらんねえよみたいな感じになってるので、なかなか派手ですね。で、この拡張セットでもう一つ面白かったのは、まあ基本セットで置けるワーカーを置けるアクションのところ、まあ各素材を得られるんですけど、思いっきり増えてるんですね。基本セットの横に追加ボードが置かれていて、まあそこにもアクションを置けるようになってるので、まあある意味そういうバッティングがしにくいというか、まあ置ける箇所が増えて、プレイ人数が同じだと当然ね、いろんなとこ置けるようになるので苦しみは減るわけですけども、面白いと思ったのは、拡張セットで置けるところの新しいこのワーカーを置けるプレスのところはものすごいいっぱいリソースくれるんですよね。すごいリソースいっぱいくれて、これは本家のとこなんか使わないやろ、まあ、こんなレアなのからいいのからもうジャラ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 もらえるじゃんっていう感じになってるんですよ。すごいいっぱいくれて、でなんかすごいなと思っていたら、なんかね違うのもくれるんですよ。全然関係ないキューブも。でこれ何ですかっていうふうに聞いてると、まあそれを集めるとマイナスになるんですと。要は悪徳というか、確か悪徳だったと思うんですけど、日本語名が悪徳、要は悪いことするとたくさんもらえるんですね。そうですね。でそれは全体でみんながちょっとずつ取っていくと、悪徳のゲージを表すボードがあるんですけど、最初は1個マイナス1点かもしれませんけど、みんなが取り始めるとだーってゲージが進んでいって、1個マイナス5点とかね、とんでもないこと言い始めるんですよ。悪徳が積もれば悪いこと起きるんだなみたいなことがあって、まあ、悪徳返せるんですけどね、後でね返せるんですけど、悪いことしたら、まあ、リソースがバンバン手に入るっていうのを味を占めると人間やめれませんね。やめれませんね。ちまちまアクションを置いていくと、すごいでかいクエストの払えるリソースがたまらないんですよね。いや真面目に働いてみたんですよ、アクションを見て。で真面目に働いても見たんですけど、いやこれは悪いこと手にして、濡れ手に合わせリソースが手に入ると人間堕落していくなっていうのでね、本当に思いながらプレイしましたね。いやボードゲームしながらこんなこと思うのかと思いながら、みんなで悪徳はいかんなとか言いながら悪徳みんなするんですよね。清廉潔白で生きていきたかったんですよね。悪徳を手にしなくてクエストをちまちまやりたかったんですけど、なかなかその魅力には上がられませんでしたね。もちろんゲームのね終了時にはね、どんなクエストを達成しているかとかね、どれくらい、これ建物もあるんですけど、建物建てると建物によってまたアクションが増えるとかいうのもあるんですけど、どのくらい建物を建てたとかいう、まあ、ゲームの最終状況によって、まあ、プラスの VP もらえるみたいなのもあるので、まあ、こっそりそれをめがけてみんなクエストやってるんですけど、まあ、そのクエストも狙いながらなんですけど、やっぱり大きい VP のついてるクエストを単純にやりたいっていう感じでプレイしましたね。まあ不思議なゲームでしたね。
中身的にはね、まあ、いわゆるこのウォーターディープっていうね、街で起きた、まあ、いろんな紛争だったり、まあ、モンスターを襲ってきたりするのを片付けてくれみたいなクエストにいろいろ書いてあるんですけど、まあ、結局キューブを集めてリソース持ってこいって書いてるだけなので、まあ、そこは単純にそれを運び屋さんみたいになってるなみたいな、領主のはずなんだけどなと思いながら、まあ、そこは単純にプレイしているんですけども、全体のねプレイ感の見通しはいいし、その最初聞いた最終のもらえる VP をもらえるね、そういう状態だったらあんた追加 VP もらえるよっていうのがみんな各自違うので、微妙にプレイする内容が違ったりねするあたりがあるので、非常にワーカープレイスメントがベーシックで特殊な機を照らってない。今日一つ目、ね、喋りました攻防の錬金術師なんかも推理系なんですけど、めちゃめちゃ機を照らってますからね、むちゃくちゃルールも読んだら多いし、ぐちゃぐちゃぐちゃっとしてるし、判定も多い、まあ、面白いんですよ、面白いんですけど、むちゃぐちゃしてるっていう風にから見ると、このロード・オブ・ウォーター・ディープはワーカープレイスメントをやってみようかなと、ファンタジー世界好きなんだけどなっていうの時には面白いと思いましたね。まあ、ワーカープレイスメントはね、そこは非常にベーシックでひねりがほとんどないので、そういう驚きはないわけですけども、そこは面白いなと思いましたね。で、特にウォーターディープのどこで起きた事件が、まあ、それっぽく書いてあるんですよね。まあ、もちろん最終的にさっき言いましたキューブを持っていくだけなんだけど、そのウォーターディープではこんな事件起きてるんだとかね、こんなことが揉めてるんだとかいうのがあるのがなんとなくわかるんで、まあ、ファンタジー系が好きな人、特に D&D を確かに詳しい人だと、最近の事情のやつね、私が赤箱とか喋ってる時点でね、いつの時代やねんとかバレてると思いますけど、まあ、最近のD&D 系の事情に詳しい人だともっと楽しめるっていう風には思いましたね。まあ、この時は私は拡張セットからプレイしたんですけど、まあ、もう他の人たちはまあ元このバージョンだけやったことあるって方もいらっしゃるんですけど、なんとなくですけど拡張セットがあった方がこの悪徳にまみれながらね、いや悪くしてんな、でもリソースいっぱいあって面白いなとか言いながらやるのが面白いような気はしましたね。まあ、ただワーカープレイスメントのカツカツ具合ね、そこを取られたら俺ちょっと今回できないんだとかね、こっち避けるしかないんだっていうのからすると、もともと選択できるアクションの種類が少ない、要はボケる場所が少ない基本セットだけでプレイするのもいいのかもしれませんけど、まあ、この世界観を楽しみたくってね、ワイワイ言いながらプレイしたいなっていうのであると、この拡張セットが入った方が、まあ、そっちしかプレイしてない私が言うのもあれですけど、まあ、全体の数字を見たらえらい派手だったので、その派手さ具合も相まみって面白いかなというふうに感じましたね。まあギリギリってしたね、その競争試合をしたいっていうようなゲームというよりは、まあ雰囲気をね楽しみながら、ファンタジー世界の内容を見ながらプレイしたいっていう方が向いてるようには思いましたね。ただできればこれはキューブじゃなくて人型のコマとかね、もうちょっと雰囲気があればいいかなというふうに思いましたね。私が普段使っているチップがミープルソースっていうところのやつなんですけど、ミープルソースがこのロード・オブ・ウォーター・ディープのこのキューブを全部ミープルで売ってるんですよね。自分で買うんだったらそこまで欲しいかなと思いながら、そこまでしてやりたいか、そしてシールがびっくりするぐらい貼るんだけど自分貼るかなというのをちょっと今自問しているところですね。まあ自問してるときは大体買っちゃうんですけどね大体買っちゃうんですけど、ちょっとこれはもうちょっとプレイして、ちょっと軽くプレイして、この世界観を楽しみながら、ワーカープレイスメントね、軽いやつをやるっていうのは面白いなと思いますね。この時もまあ、悪徳なんて言いながらね、楽しい時間を過ごさせてもらいましたね。はい、以上がですね、私春99がですね2015年6月にですね、まあ、プレイできたゲームの中でですね、まあ、特に気になったゲームですね、まあ、いくつかお届けいたしました。まあ、6月ですね、実は調子が悪かったと言いながら、プレイ数を記録自分で見てるのもやけに多いんですよねなんか調子が悪かった割にはな、頑張ってプレイしてるなと、頑張ってっていうのも変ですけど、まあ、たくさんプレイできてるなという、まあ、不思議な月だったっていう感じなんで、まあ、その辺のところもね、まあ、個別のゲームはこの後は DD チャンネルとかね、そのあたりのところで、まあ、ゲームレビューの形でお届けしていきたいなというふうに思います。はい、そしてこのですねプレイレポートですね、まあ、ご意見ご感想の方はですね、ツイッターのですねシャープ TGG チャンネルですね、チャンネルをカタカナですね、まあ、そちらの方もですねよろしければお寄せください。はい、というわけでですね2015年6月のプレイレポートでございました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。それではまた次回。